ロイドご飯の時間ができました。はい、どうも、今回は千葉県市川市、ずいぶん前からですね、もうたくさんの方からご紹介いただいて、ここぜひ行ってくださいと、言われていたお店、実は初訪問のこちらです。はい、というわけでご覧いただきました成田家元八幡店さん初訪問の一杯、これはもう一言で言って自分のめちゃめちゃ好み、自分タイプという味でした。こちらはですね、あの背脂が選べるんですが、もうマックスなんでしょうかね、ギタギタというのを行きましたが、これねギタギタが自分でちょうどいいというのは、
こちらのスープは特に味濃いめとかっていうオーダーは全くしていませんし、そういうのが選べるかどうかもちょっと今日は未確認でしたが、自分が食べてもかなりね塩気がカツンとしょっぱいなってぐらいの、こう塩気というかね、醤油ダレの強さがありますので、あのね背脂からの甘みがあってちょうどいいんじゃないかなというぐらいの鋭い味でした。しかもそこでチャーシューもね、多めじゃないですか、今日チャーシュー麺で、その背、チャーシューの脂身の甘さなんかがあってちょうどいいなという味で、今日はねいろんな意味でもジャストでした、でこれだけのねしょっぱうまなラーメンは もちろんご飯絶対いってほしいですね。これご飯ないと逆に自分でも、食が強いんじゃないかと思うぐらいの味設定に自分は感じましたんで、これねもうライスバクバクいきたい、強い味が大好きという方ぜひぜひ行ってみてください。そしてまたねこの成田さん以前からたくさんの方にもお勧めいただいてましたんで、もう常連さんならではのカスタマイズがあるはずだと思うので、そういうのも教えていただけたらぜひまたね再訪問再訪問と、したいお店だなと思いました。成田さんでした。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。